若狭和田ビーチに水難事故の未然防止と迅速な救助に向けた海辺の見守りシステムが県内で初めて導入され、このほど贈呈式が行われました。海辺の見守りシステムは、若狭和田ビーチを安全安心な海岸にしようと、日本ライフセービング協会が日本財団の助成を受け導入されるものです。システムは、これまで海岸に設けられたカメラ4台と風速計により、リアルタイムに送られてくる海面の画像や風の状況などのデータを保存して分析。人工知能 AI が離岸流と沖向きの風が発生した場合に、ライフセーバーや監視員のスマートフォンやスマートウォッチに通知します。さらに、離岸流や風の発生エリアに人が入った場合に、ライフセーバーなどに知らせ、救助が要請されます。贈呈式には、システムを開発した日本ライフセービング協会と、高浜町、それに町の観光関係者など20人が出席しました。機械を使ったですね、AIシステムを指示を出す。贈呈式では、日本ライフセービング協会の石川俊則常務理事がシステムの概要について説明した後、関係機関3人に目録が贈呈されました。よろしくお願いいたします。この後、野瀬町長が有効に活用させていただきたいとお礼を述べました。千葉県の御宿、それから宮崎県の青島ですね、そしてこの福井県の若狭和田ということになります。これだけ素晴らしいビーチですので、ぜひシステムをうまく活用していただいて、そしてより多くの方が安心して楽しめる愛着のある海岸になっていただければなというふうに思います。高浜町ではこのシステムの導入で水難事故の未然防止と素早い救命救助につなげていきたいとしています。なお、若狭和田ビーチは今月10日から海水浴場が開設されます。